現在緊急ロックモード有効です。レバーをど、地に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ、クソ。まあ、二人ともよく見てね。行くよ。せーの。焦らないで。しっかりね。せーの。緊急ロックモード解除しました。よっしゃ。私たち息が合ってきたかも。だといいな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか？同じだが、こっちはなん？けっ、がめついれ。うん、ほっとけないよね。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ、行くぞ。ティファに合わせるんだ。待ってる。さあ、ティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。セキュリティモードレベル1、解除。二人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。息を合わせよ。めげずに行こう。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やった、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。セキュリティモードレベル4解除。待機室のロックを解除します。よっしゃー、シンナメ手こずらせやって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった掛け声に心を込めたからね。
出口だぜ。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなるものも多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見ぬふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと。なんだそれ。ネズミどもには理解できない。お、何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。さあ、ショーの始まりだ。ミッドワル全市民の敵アバランチ。軍隊とも凶暴による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。
気をつけてね。下がっていい。おう、任しとけ。次さあ来い。この野郎、はい、期待してるね。頑張るね。待ってました。ビリビリだ。うわっ、邪魔だ。よっしゃ、それ全部注意。邪魔だ。そっちはどうだ。あと
だけだ。
てをかける。連携しよう。頼られちゃうな。私に任せて。ここからだよ。気をつけてね。おう、飛び込んどけ。大胆と。これも見せ場だな。ああ、頼んだぞ。そっちは任せる。さあ行くよ。きついか。その手諦めないから。勝負はこれから。そこ。あ、当てる。やろ。や。
察するぞ。俺はいいからティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラウド行くぞ。大丈夫か？聞こえてるか？あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな？起きられるか？今度？気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか？やってみる。どうだ？ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。わかってるさ。なあ、あんた誰だ。私はお前の主人だ。もしもし。さあ、クラウド、楽しもうか。大丈夫かな。よかった。目覚めた？あんたはエアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え、覚えてないの？ほら、お花。ああ、花売りの。あ、ここは？スラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな？うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花、結構強いし。ここ、特別な場所だから。クラウド、これ落としたよ。ああ、私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって。何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？やった！それじゃあ。邪魔するぞ。と、お前何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔鋼の目。ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でも屋さん。
私の勘当たるの？ボディーガードお願い。ああいいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート一回。やっぱり本物かやら。クラスはファーストいくらなんでもファーストってお前よ。お花踏まないで。だってよ。すぐに終わる。もうボディーガードは俺たちの仕事だぞっと。そりゃ企業秘密ってやつだ。いつでも来い。やっふん。おい加勢を頼む。覚悟はいい。刻む。まだ。情けない。たったるいけど出番だぞった。仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。刺激的な時を過ごそうぜ。どこ行った？
だ。お花に呪われちゃうかも。切り替えよう。集中していく。覚悟はいい。お花、組まないで。何？ソルジャーなら余裕だな。集中していく。受けてみます。もしもし、気をつけて。全てをかける。街が当たっても知らないよ。誤解だゾッタ。俺はただクラウド、違う。なんだ、飛んでる。レノさん、お怪我は？いいからさっさと追いかけな。はっ。こいつら襲ってこないね。おい、開けろ。行くぞ。Thank you.
うなってる。あそこ屋根裏に上がれるよ。ああ、穴から出られるか。は本郷。なんだ、逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし、あれを落とせば。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。いいんですか。あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちっ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 。ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。
いつかれる前に出よう。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。ああ。これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ。怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？さあ。ねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ？怒った？気をつけろ、狭くなるぞ。うん、ありがとう。そうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか？意地悪。この辺りは誰も住んでないのか？うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい。ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。
結局危険だからな。ミッドガルの外、自然、私そんなところで時々思うんだ。この風景、私嫌い。みんな強く強く生きてる。私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。おっ、どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。五番街スラム駅の近く。駅の近く。なのにモンスターが出るんだ。うわあ、だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知れている。
スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？だ。と思ってクラウドの世界。もういい。どれだけの血と汗が流れたと思ってるんだ。こんなことになるなんて。どうか皆さん落ち着いてください。おい、どうなってんだよ。見て見て、エーナ、騒がないの。騒がしいな。マコール、よく見えるからね。みんな心配なんだよ。おや、あんたも来たのかい。え、まあそんな感じ。ああ、また教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。破片やら落ちてこなかったのかい。そういうのもなかったかな。運が良かっただけだよ。気をつけな。なあ、クラウド、待って。よし、準備よし、降下。
行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。見つかっちゃうよ。神羅指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方滅多に行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らない。あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド気をつけて。軽いな。はいはい。当たれ。そう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。
中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。いればいいものを。
扉。こっちからなら開けられるかも。抜けたね。礼はいい。報酬がもらえれば。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。ダークスを忘れるな。あ、どこから来るか。からない。気は抜くな。このまま戦争になっちまうのかな。ああ、エアリス。この先が五番街スラム。ドキドキ。なんだろう。おい。私は今5番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。5番魔航路にて発生しました爆発について
現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番マコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。ご心配なく、こんなことでシンラは揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。ここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。どう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。おかえり。ただいま、エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ手を洗っておいで。おっきくなれ。クラウドはお花好き？考えたことがない。花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ本当かな。ま、いいけど。
道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど一体。私のお母さんエルミナ、こちらクラウド、ボディーガードなの。あ、世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。お母さん聞く。待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや、なんでもない。すぐに降りてくるよ。いいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずにさ、選んで。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？
もうちょっと必要かな。次どれにする？多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。いいね、花言葉純真なの、かなり貴重だね。これでよし、リーフハウス行こっか。急がなくていいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ？街見てきたら？何にする？マテリアナイフを。最近扉がギーギーうるせえんだ。あ、お前は。エアリスは？リーフハウス。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。続きバトルレポートのデータ提出を。
じいちゃんのマコーロ話が止まんねえんだ。値引きはしないからね。またな。避難者に対する危険として神馬カンパニーは自分の身は自分で守る。これがスラムの常識。大事に使ってやってくれ。何かあったのか。うん、遊び場にタークスか。うん、ボロボロのマントを着て病気なんだって。心配だから俺も行こう。うん、こっち。元気になっちゃって。急いで。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。麦、帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫。でもモンスターが出る。安心して。この人すっごく元ソルジャーだ。黒服の男は分かんない。今は子供たちがこっち。エアリス兄ちゃん急いで。ここから出ちゃったんだ。気をつけてね。子供の行動は予想できないからな。探し回る。急がなくちゃ。気負いすぎる。いい、見せなきゃ。よし、そこから狙える。もうおい、しびれる。落ち着いていけ。はいはい。結果だ。
そこ。刺激しない方がいい。
高そう。それ。よし。えっ。今行くね。マコーロが爆発したせいだよ。俺が行く。行くぞ。ありがとう。かっこいい。あじゃあ戻ろっか。人気者だね。すごかったな。ズバッズバッて。うん、すごかった。スパッスパッて。違うよ。ズバッズバッだよ。もっと早かったもん。スパッスパッだよ。じゃあズバッスパッだな。うん、スパッズバッだね。な、クラウド。ね、クラウド。
こっちこっち。ティファ待ってよ。ティファ、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 どうしたの？いや、ティファってクラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。バレてない、バレてない。ありがとう。今度。うん、そうする。エアリスとクラウドは大人だけど、もう仲間だから。いつでも。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえば、リユニオン。恐れることはない。しっかり、クラウド、しっかり。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。もしかして神話に出てくるあの、あれ、次のセリフなんだ。父さんが、あの人は昔父さんがソルジャーだったって。あの人は昔ソルジャーだった。クラウド、何でも屋の仕事、見回りをしてると仕事になりそう。私やりたい。仕事中だ。掛け持ち。いろいろ情報を集めるから時々声をかけて。何でも屋クラウドの噂流しておくよ。あ、モーグリがいる。僕が見えるの、ここ。あなたたちは選ばれし人、モーグリのお店にようこそ。僕が天使のモグヤクポ。モーグリモグの物語、森の妖精モーグリ。その通り。僕たちモーグリが見えるのは心。俺に見えていいのか？それは言わせないでほしい、クポ。商品はみんなで集めた名品モーグリメダルと交換する、クポ。まずは会員になる。モグヤはもちろんみんなモグの物語と話した。何でもや。ああ、次どうする？やけに張り切る。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない。ええ、だから張り切るよね。確かにそういうや、私そういうやつ。よろしくね。どうぞ見てって、クポ。
かげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにするチク。よかったね。クラウド。じゃあ。メダルが足りないクポ。それは大変。頑張ってクポ。捕まんないよ。バレてない。バレてない。何でもやクラウドの噂。オフや、流しておけ。面白いやつだろ。変わってるけど。神羅の兵器に襲われたんだ。奴ら裏ど…だから腕…引き受けよう。助けてくれるか。奴ら侵入者あり。くれぐれも気をつけてな。襲ってきたのは目玉みたいな奴だ。侵入者あり。気がつくのが遅れたらどうなっ…
覚悟はいい。当たれ。見切れたよ。連携しよう。はいはーい。それ。そっちは大丈夫？下がって。かかってこい。私の出番。いけそうかな。俺が出る。隙をつく。
ビリビリおお、聞いたぞ。マコーロのロボットがスラムで迷子やつら。マコ、ああ自分のしていること、いや死んだの末端な。そんなことは、はいはい、これからも何でもやのく。おお、あんたを見込んで。もう一つ、武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。冷戦からとで人々のまだ戦争になるか。番組では戦争によって俺は武器屋じゃねえからな。おお、実は女房墓地にどうだろう。安くはないぞ。ありがとう、モンスターのことを知る。墓地の鍵ってモグ屋のとこで交換した。女房の墓は、でも墓地には墓地の鍵がない。やられよ。しないよ。やっ！えっ！
そこにいてくれ。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。刻む、行くぞ。それ来ないで、行くぞ。引き抜きか。お任せあれ。届け。いけそうかな。私任せて。見極め。
また世話になっちまったな。これは先生は俺の恩人だから。これは奥さんのお墓。ああ、女房の墓。こんな弱った、そう思っていた。もう自力では。そんな、墓地の鍵だ。だが、あんたが返してくれ。報酬として 5,000? 金、金、お前さんの助けは。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世。私たち、ああ楽しくなってきた。ああ。じゃあ、顔と声に出して。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけ。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。どう？お花。うん、とってもでしょ。そういえば、ほら、黒いスーツの怖い感じの。大丈夫？飾りつけたお花、ゆっくり見ていて。あなた今は何？はい、見回りに出た。見回りって？ええ、その辺りで。探してありがとう。手作りの剣を背負っているので、すぐに分かると思います。土管を持ち場、人が一番集まる。いつもお店を町内会で、よく町のみんな手作りの剣を背負っています。ここは町内会の建物だよ。なんでも人助けをしている若い人がいるんですって。エアリス、こんにちは。マコールが壊されて本当かな。その前にフォリア先生との約束。私帰るね。ただその後がね、物騒な街になってしまってね。知ってる。どうしても行くの。わっ、見回りの帳。いつもより待ってよく見てる。あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。見回りの帳、いろいろ観察してるんだ。お店、うん、先生たちは言わないけど、キスがあってもいろいろく。あ、なんだ、勉強の時間。5番街の近くには家に帰ることができない多くの住民たちが。マコーロを狙うなら見回りの調子。うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよって、フォリア先生。うわ、ごめんなさい。クラウドさん、お会いできて光栄であり、自分はすごい気合い、非常時ですから。ハウスにも先生の、その先生がうっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。洗濯用洗剤大量入荷。
おかげさまで、では。ガマ王が出たぞ。前より基地のなんとかしな。ガマ王？秘密基地の？すっごく強。ソルジャーさんなら。ああ。お金なんかな。自警団ならただ。他の大人に知らん。あそこはみんなの大事な場所。足りない分はどうしてもダメな。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。やったー！ガマ王は秘密基地の奥の方にいる。凶暴なやつだから気をつけろよ。お願い。じいちゃんの魔法の話が止まんねえんだ。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなら心配ないと思う。集中して。
刻む。私の出番。飛んでけ。今だ。
あ、どういう打ちだ。切り崩す。かき回してやる。やってやる。見極める。なんとかなった。ガマを。ああ、やった。これでありがとう。遊ぶ時間今日中にやっと。はい、ガマ王隊さすがせん。そうあり、夢のためあの子たちが。でもそういう気他人の私から感じ。すごい先輩の身。いけない。用事ある。用事っていうか、ありがとうございました。なんだろうね。興味ないね。秘密基地を守ってお礼に特別にあれに参加でもう一度秘密基地に行ってみてよ。鼻のいい匂いってのは心の栄養になるんだぜ。体の栄養になるのチーズよ。もう食べることばっかり。クラウドのおかげだ。そうだ、何でも屋を探してるってよ。子供じゃどうしようもないもんね。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。バレてない、バレてない。どう、俺素質ある。あ、クラウド一番たくさん。本当はこ、
嬉しいクポ。もういいクポか。ひょっとして噂の何でも屋さんですか。ああ。自分は活力新聞。とんでもないスラムの醜い現実、目指すべき未来で。スラムエンジェルはご存知です。主に神羅カンパニーの有名だよ。スラムエンジェルはゴッデモ、泥棒は犯、私は奴の正体を。あ、おまけに私、そこで何でも屋さんに噂の盗賊スラムエンジェルのことならどんな情報聞いたぞ。じゃあ空はアバランチったら何を考えているのか。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。この人はこっちはクラウド。噂は聞いたよ。今は詳しいな。あいつの依頼は関係ない。おやおや、ちょうどいい。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。死者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。どうでした、ミレイユさん。わかる、ミレイユさん。自分もしつこくどうやって口を。なに、気が変わらないうちに押し、それとも残した。いいえ、アジト。裏道を進んだ先に物見の高だけど、別の噂。え、かなり手ごわいやつらし。なら、なんでも屋さん、裏道の先にその調査をお願いします。これも売れと。邪魔だ。届け！
来い。見極める。下だ。いつでも来い。引き直す。ついていく。私の出番。食らいつけ。食らいつけ。まぶしい。行け。お任せあれ。そっちは大丈夫。来ないで。
決めろ。まあいい。食らいつけ。まだ行けるな。やり切れろ。連携しよう。いいとこ見せたぜ。飛んでけ。せめて一気に当たれ。やっ、かかってこい。調べようか。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状。他には何もなさそうだ。戻って終了報告。これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは。おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿の絵。おびき出して少々痛い目に遭わせるつもりで。しかし次はど。スラムエンジ。何でもやがいなければ悪かったね。情報通とか言われていい気になっ。まあまあ、こうしてこれに懲りず私にも新鮮なスラム情報。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。コル、ちょっとその情報くわ。報酬を取り損ねた。ほらこれを。なーに、遠慮はいらない。出どころはあの記者のポケットだ。盗んだんじゃないよ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。さあ帰ろ。スラムエンジェルの、私はそれを信じてるんだ。